圧倒的な量をこなすことで、質とか効率性、または分析力ってものは、おのずと高まってくるんですよ。特に、持たざるものなら、まあもう後先考えず、とりあえずやってみるかってので、スタートしちゃった方が良くて、その量をねこなすってことを始めちゃった方がいいんですよ。大体そこで人は言うんですよ。 インプットとアウトプットのバランスどうすればいいとか、どっからまず手をつけてどういう順番でやればいいとか、何すればいいの効率的な計画をまずは立ててからとか、失敗したらどうしよう、リスクどうしよう、時間帯効果を最も生み出す秘訣って何だろう。大体そういうこと言ってくるんですよね。もしくはそれを人にこう聞いてくるっていうのもすごくいいことだと思うんです。ただ逆に返せば、それぐらいのレベルのものって ある程度こう量積んできたりだとか皆さんも大体経験あると思うんですけどちょっと実は何か動き出してみたりちょっとやってみたらあれなんか1時間2時間やっただけで意外と分かってきたものってあるぞって思うはずなのに最初なかなか飛び出せないってことってあると思うんですよってことは今のね計画がなんちゃらとかリスクがなんちゃらみたいなことってのは逆に返せばそのレベルのことを判断できないくらいのまだレベル1の状態なわけですよ体力も なんなら、ゲームっぽく言えばヒットポイントとか MP とか未熟どころの騒ぎじゃないともっと逆に言えばこういるんですよね、こういう人もシニカルに構えたりだとかまたは発言力強い人の方法論とか知ってやった気になってらっしゃる方とかもしくは意識高い系って言われてそのままでいらっしゃる方とか全然僕は別にそこを否定するつもりは全くないただ一個ちょっと残念なのはせっかくそれだけいいもの持ってるにもかかわらず 結局、打席に立つ経験がそういう人たちって少なかったりだとかするんですよ。戦闘経験が足りない。だから、リスクとか失敗を恐れるくらいなら、まずはある程度量をこなして、自らの状態とか状況とか、レベルを知った上でからでどうだろうと。スタート時点での効率性は確かに低いかもしれません。ただ、自分を最も知ってるのはもちろん自分じゃないですか。何をどれくらいやればいいのかなんて、 まあ自分のことですからおのずと分かってくるんですよ。その後でちょっと量こなしてって、ああ、なんとなく見えてきたぞってなってからでいいと思うんです。自分にね、え似た考えを持つ方のやり方を真似たりだとか、効率性重視するのはどうすればいいかとか、または、えー、ゲーム性を追求していったりだとか、そういうのもその後のフェーズからでいいんですよ。だってもう、その時には量をりにこなし続けてきて、自信と、そして 自分自身に対する自己分析力がついてきてますから。